どうも、ハニーレモンです。突然なんですが、一緒に走ろうツアーイベントペースメーカーということで、イベントの1日ごとのポイント目標を提示して、一緒に目標に向かって頑張ろうという趣旨の動画です。要は、アンスタのイベントとっても楽しいから、みんなと一緒にエンジョイしたいと思って、結構見切り発車でチャレンジ中です。動画作るのも初めてだし、どこまでできるかわからないんですが、とってもやる気だけはある。ツアーイベントで初めてポイント報酬狙いたい方や、ベテランでもペースがつかめずに、いつも最終日にヒーヒー言いながら徹夜している方におすすめです。ぜひお付き合いください。私はコズプロに推しが多くて、椎名二木くん最推しクレビピーなので、4月15日の大型イベントに備えて、今回のツアーイベは、のんびり星5報酬1枚撮りでいいかなと思ってたんですけど、まさかのテトラくんなんですよね。テトラくんは私の神セブンに入るので、もうワクワクが止まりません。予算が許す限りで頑張りたいと思います。もう一人の星5報酬は大将。よかったね、テトラくん。本当に嬉しいペアです。本当に感謝です。ストーリーも楽しみ。ビジュアルも、はい、最強。ピンク着れたんですね、お二人。予想を超えてくる上に魔装で、春のあったかくて爽やかな感じをイラストで表現できるってすごくないですか？素人目線ですけど、すごいですよね。ツアーなので MV 賞がないのが悔やまれますが、いつか実装していただけると信じています。ツアーイベは基本的に無課金でも星5カードが1枚は手に入ります。今回だったらテトラくんかクロウさんのどちらかです。しかも今回はダイヤ200個相当の DP 回復アイテムがもらえるし、クリアしなきゃいけないツアーマップのクリア条件がいつもよりも優しくなっているので、ぜひ一緒にツアーイベ走りましょう。ツアーイベントには星5カードをもらう方法が2種類あります。一つがツアーマップという4局1セットを30セットのミッションみたいなものをクリアすると、最初に選んだカードが1枚もらえます。もう一つがポイント報酬です。何度も4局1セットをクリアしてポイントを稼いで、ポイントに応じたカードがもらえます。マップ自体は350万ポイントの星5を1枚獲得を目標にすると、自然とクリアできると思うので、ここからは各目標にしやすいポイントのラインと目安になるダイヤ消費量をご紹介していきます。まず350万ポイントでテトラくんとクロウさん1枚ずつ。次は星5カード3枚ずつのライン。3枚カードが重なると能力値が強くなるだけではなく、ホーム画面で着せ替えられるルーム衣装のシークレットカラーが解放できるようになるので、ツアーイベはここまでのラインがおすすめです。推しは貫突したいけど出費は抑えたいという方におすすめなのが、マップ報酬をもらいながら貫突を目指すラインです。テトラくんかクロウさんのどちらかしか貫突はできませんが、1500万ポイントと2200万ポイントの間にはかなりのダイヤ消費が必要なので、ここがおすすめです。スカウト合わせた合計の消費ダイヤ3000個は違ってくると思います。そう、このラインからは特攻スカウト。今回は異例でフィーチャー2スカウトなんですが、これを引いて特攻ボーナスをもれたら2200万ポイントまで走っちゃうのがせっかくなのでいいかもしれないです。特攻の引きが悪かったらあんまり無理することはないかな。最後は問答無用で貫突を目指すぞというラインです。貫突っていうのはカードを5枚集めるとレベルがマックスになるそのラインです。ただ、ツアーの報酬カードには MV 衣装が付いていないので、貫突をしても MV 衣装のシークレットも手に入りません。何度も言いますが、実装を一生待ってます。今回はライブすると育成素材のドロップ数が多くなるキャンペーン中なので、せっかくだから走っちゃうというベテランや、メモリアルコインが欲しくて走る人も多いそうですね。推しのカードはポイントで貫突したいという全力エンジョイ勢はペースを参考にしていただけると嬉しいです。今回私はテトラくんを1350万ポイントとマップ報酬で貫突を目指します。大型イベントもあるし、スタライもあるしで2200万ポイントは金銭的にきついですね。悲しいです。
4月15日を全力で頑張りたいと思って、動画も今回のツアイベが練習のつもりでいたから気持ちがまだ追いついていないんですけれど、本当にやる気だけはあるので見守っていただきたいし、みんなと一緒に楽しみたいです。オタクが自分の推しに狂っているところを見守るのが大好きなので、コメントでイベントに向けた意気込みや愛を話してくれると嬉しいです。そして今回こんな感じの毎日のノルマ目標を0時にショート動画でアップします。次の日に時間が取れない方は次の日の目標も載せているので、走れるうちに貯金として走っちゃいましょう。どれだけの方に見ていただけるかはわからないんですが、一人でも一緒に走ってくれる方がいたら嬉しいです。ぜひチャンネル登録をしてショート動画をお待ちください。はい、ここまで見てくださってありがとうございます。動画作るのに今 iPhone と iPad と安いマイクしかないんですよ。動画で手探りで動画編集してめちゃくちゃ時間がかかっちゃいました。でも楽しくできそうだなっていう感覚はあるので、今後ちょっとずつ機材も揃えて、今の目標としてはみんなとアンライン配信とかイベラを見守ってもらうみたいな配信とか、お話ししながら一緒にアンスタを楽しめる環境が欲しいなと思っています。次はイベントのために特攻引こうと思うので、ガチャ動画出せたらいいなと思っています。では今後もぜひお付き合いください。ありがとうございます。バイバーイ。